どうも、しょうらです。剣の町の異邦人、前回の続きからやっていきたいと思います。OK。では、もう、情報を手に入れたんで、もう一回いきます。とりあえず、ウォンテッド倒そう。もう、まあ、黒い蜜ゲットしてるんでね、あとはもう行くだけだと思うんですよね。侵入開始します。ギリエスさんが教えてくれたな。うん。まあ、村が、町のやつは話聞きいいことやな。そうやな。しっかりと、決闘し倒したかったら。でも、あの、弓矢は強すぎたわ、ちょっとあれ。弓矢やばかったな。全体攻撃やばない、あれ。やばかった。なんなの全体攻撃。びっくりした。一回攻撃でもやば思ったの、あいつ。うん。どこ行こう、うろついとったら出てくるんかな。らしいな。襲ってくるらしいな。ちょっとじゃあ、あ、ここまで行ってみようかな、じゃあ。オッケー。出てこーい。ドラン出てこんかい。こっちは蜜持っとるぞ。この暗闇でできそうな感じするな。こうへんな。ひよらへんない。次のエンカウント、敵のエンカウントでなんか来そうな気もするけどな。いやな、まあ、とりあえず行ってみるか。来い。あ、来た。あ、ちゃう。違う。何レベルか分からんの怖いな。レベル分からへんの怖いな。まあ、行ってみるか普通に。行けるわ。ベルボーガ、ベルボーガ。多分狙われやすくなったんだもん、これやるから。うん、やらんほうがいいんかな。やらんとく。でもかっこいいからやっとく。あのマークが、あのマミさんの回復力ちょっと上げたいわ俺。そうやな、足りひんに行くよ全然。あ、行ってるか。うん、スペル MP は結構あれやねん。これ全然回復せえへん。で、きつない。きつい。きついやろ。せめて60ぐらい回復してくれると思うけど。やっぱり上げなあかんねやな。うん、あれ大事だよ。一番上げとこなあかんもん、あれ多分。お、おい、何こいつ初めてや。初めてや。初めての敵、暗闇って怖いな。あ、弱いぞ。なんか下、回復した。結構えげつい顔しとうな。いや、レベルは17。なんかこっちのレベルに合わせて上がっていっけよ、もしかして敵。そらないやろ。いや、まあ、敵しないんだけど、なんで。え、ゆっくり見てみよう。ちょっと攻撃食らったもん、これもしかして。あ、魔法じゃ効けへんでタイの敵かもしれない、こいつ。ほら、あ、そうや、回避アップした。強っ。魔法じゃ倒さな感じだ、これややこ。ディフェンスしようじゃん、もういらんわ。魔法しかないとこいつしかおらへんから。うん、使う。重要品か。でも結構意識高いよ。あ、アイテム使ってくれ。そう、スペル使うか。意識高ない。高い。あ、レアモンスターこれ。え？あ、攻撃いけるな。こういうとこでも初めてやな。うん、今日なんか初めて多いな。魔法後ろに打っとったら。ん？引いたのこれ。オッケー、倒した。いや、攻撃引いてんやん、やっぱ魔法じゃないと。え、こいつ経験値めっちゃくれそうな感じしたけど。おお、でも2400か。そうか、1万ぐらいくれよ。1万、1万ぐらいくれてもよくない。そうやな、全レベルアップすると1万ぐらいいるやろ多分。うん、燃費ないやけどな。中の燃費が消えてもたんやけど、どうしよう。あ、あ、こいつっぽい。一体こいつっぽいぞ。血統臭やったら血統臭出るんちゃう。出るか。あ、出るわ確かに。電費ないけど、血統値いけるかな今の状態で。怖いな。厳しそうな気はするんやけどな。どっかにおるんかな、やっぱり。かもしれへん。
めっちゃエンカウント多いな。うん、持ってみよう。ここまで、あ、出てこへんのかな。出てこんかい。先おったの、ね、ちゃうな。これが弱かったんやな、うん、よしよしよし。思い切って行ってみるか。待ち伏せとか、待ち伏せで来るかな。行ってみるか。じゃあ来へんか。いや襲ってくるでだからな、普通に。もう一回待ち伏せしてみようじゃ。運なんかな、何パーかで来るんじゃん。10パーとか鎧。ああ全然ちゃう。やり過ごすか。で鎧3人装備できるんやけど、今前は。そうやな、うん、お剣いるな。剣一番いるやん。戦う。マジかよ。かわした。結構光るかわすよな、ね、結構。うん、後ろ行ってもた。逃げてもた。しゃあない、鉛筆使われへん。うん、もうボス戦が控えとうからな、おそらく。レベルアップしそう。もうちょっとで。ボス戦、ボス戦。お、来た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 。決闘士13。いけそう。あ、いけそう。ムカブザサード、かっこいい。いけそうじゃん、名前やん。隠れる、隠れる。なにこれ、隠密コード。隠密コードや。いらん。すげえ、スキル地味に覚えとった。別技か。集中が必要なら各スキル使用できる。サンダーの使うんやない。あ、2列の敵1体ずつに、あ、両方狙うってことこれ。後ろと全属性の敵有効やって。へぇ、サンダーなんかやたら強いな。強いな。使ってみるか絶対。あ、強い、あ、強いぞ、やた強いぞこいつ。おー、ええな。おお、ラッキー、逃げた。後ろ下がった。もう一回行くか。オッケー、よっしゃ。もうでも MP がないわ。 MP がない。え、でもアイテムも一応あるはず。あ、一回使って終わりか、これ。早っ。一回の戦闘で終わりなんかな、もしかしたら。あー、そっちか。おい。え、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 でも防ぎはなかったよな。マミさん。そうやな。ディフェンスさせることしかないけど。ディフェンスしとったやろ、でも。うん。じゃあもう無理やったことやな。相当強い実況やったやな。謎の。あ、かわした。これファイヤー持っとる。きついきつい。回復いる？いるな。こっちさせるしかないな。結構簡単にやられてまうな。強いな敵。え？何ポジション？何やってんの？エルザ強いな。うん。73クラッシュもん。こいつの時期いるわ、絶対。15射回復点でもやばいな、このゲーム。おう、恐ろしい回復量やで。14。オッケー。おいと、もう一人死者が出てもだな。そうやな、仕方ないやろ。でもあれはもうどうもたの。あ、予測できんぐらい後ろにファイヤー来るぞ。一発でやられたやん。経験値めっちゃレベルアップしたよ。準決勝。うわー、おー、武器ブーメラン。誰か使えるんかな。帰らなあかんよ、ここから。今から辛いな。マミさんおれへんけど、いけるかな。レベルアップしようか、一応。うん、こいつは趣味かなと思ったけど、俺は。もう決定して。他いる？ありやな。いないやろ、他。なんか多分こいつカバーみたいな技覚えそうじゃない。覚えそう。その時にヤバくなりそう、こいつは。剣の騎士の見てこう、確認しとこう。あ、これや。あ、これ持っとんやん、てか。防御銃は。防御した方がいいんやん、こいつだから。攻撃せずに。
へー、もうちょっとディフェンスこうずっとだって弱いし、普通に攻撃しても貝の守り剣の騎士道、あ、敵の攻撃、自分引きつけるあった。あー、だこれしとったら後ろ守れるで、多分これ貝の守り、そう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 、だから高烈をカバーって書いておくから一定確率で、へー、防御値は高確率発動やから、うん、ファイヤー集めたらいいんじゃん、こいつ自分にありやな、ナイトの役割、本来そこやしな、うん、姉子何あげよう、素早さかなと思ったけど、後ろやしこいつどうする、うん、力でもええけど、力もありやな、威力ちょっと上げるという、火力上げるか、ウェポントリック、お、何これ、ウェポントリック、装備してる武器の射程が無制限になる、おー、これめっちゃやん、ええやつや、ランスとか持ってたら熱いな、うん、近接武器装備しまくって、なんかあるんちゃう、武器ダーツなんか装備せんでやんちゃう、いいんかや、え、ショートソードとできる、え、なんかなんでできんのよ、片方はできて、まあ、これでええわ、ショートソードでええわ、うん、オッケー、タナさん、オッケー、これどれよ、ほんとぶっちゃけどれよ、まあ、狙われたとき HP 高くなかで死ぬからな、あれやったっけ、回避エイジやったら攻撃、でも魔法は関係ないじゃん、魔法関係なかったっけ、外したことないで魔法なんて、でも分からんけど、ほう、分からん、でもエイジはそこそこあるけど、どうする、イントで、イント上げとくの無難やわな、キュー、お、魔力強化、普通に攻撃力が上がるとこかな、あー、ええな、縦の心、お、縦飛びできるのあれ、おお、これでかいな、次のレベル、ソウルブラスト、微量の HP を消費して衝撃波を打つ、レベルアップで威力の高さが増加、めちゃくちゃ強そうやな、ほんまやな、スキルトークン、何これ、あ、スロット増えるんや、ハイキャスト、あれこれスキルって装備せない意味ないってこと、じゃあさあやろ、多分違うスキルがあるんじゃない、打っとるんじゃない、分からんけど、これとか使った方がよかったかもな、もしかしたら今まで使ってんかったけど、何もほら5で使えるし、20あれやんか、これ使っていこうか、今度そうやな、これ使うの死ぬやろ、てかマミさん死んでもたしな、まあ、あと1回の命やろ、うん、だから大丈夫や、死んでも周り変われる、強く武器なくなるけど、あ、武器なくならんのや、戻ってくるな、うん、誰に渡すかやな、このいやな、誰渡そう、迷いどころやな、一番ええやつに渡したいけどな、うん、覚えるやつが、町へ戻る、しかも上げたら5上がるからポイントが、うん、どうせ上げとかなあかんしな、お、何これ、え、なんかヤバそうなんだ、臓器、魔族の臓器、おお、なんかヤバそうやな、う、金品って書いておいて、タイプ、へえ、お、やばそう、これ投げナイフプラス5、え、強、これ、え、めっちゃ強いやん、強いな、プラス5は結構えぐない、ほら、あ、これしかも絶対装備できるやろ、あいついけるやろな、来たな、ダンサー、ダンサー、ダンサー、姉子いけるやろ、ダーツの、うおぉ、でかっ、え、めっちゃ強いやん、めっちゃ強なったぞ、やばいいね、ユニーク浮き恨みの強さやったな、うん、あと俺は象を持つ？売りに行きたいな。あれ気になるな。売却。バンブースピアいらんなもん。うん。もういらんやろ、もう全然。売ってまう。安いやつはいらん。レザーマン。36、ヘボ。ああ、そんなもんか。ヘボいな、全部も、あ、金品は売っていったらいいんかな、道具か、買うとしたら、これはスキルかな、もしかしたら、ほう、ちゃうかな、どうなの、ちゃうか、在庫とかあるんやな、これ、うん、
買うとしたら次どれ買うかやけど。よし、まあ、とりあえず一旦じゃあどうする、あのマミさん死んだやつやろ。そう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 、蘇生せなあかんや。お、てか団員から回収できるのが一番多くない？うん、多いな、お金入るの。どうするタカさん、マミさん誰か回復役入れなあかん、入れなあかんな、おれへんって回復役今現状作る。フレリック、蘇生、蘇生、蘇生、入した。男女室行かなか、そうやな、血統子のさ聞けるこいつから。登録、どうしよう、どれする、クレリックやろ、これでいかんもん。そうやなクレリックっぽさ一番クレリックっぽい、抜群やから、うん、年齢高年齢しよっか。そうやな、どうせやったら強い方がええやん、うん、もう死なへん前提でいくべきやな、これは。どれや、これか、ミグミ、そうやな、これか、ほう、ブーンでいいか、なんでもええけど、これでやろう、うん、これでいいか、いっか、回復量上げとくか。そうやな、キュア最大振り。変かな。大丈夫やろ。これでキュアの威力が恐ろしく。うん、これでやろ。オッケー。名前は何や、これだか。名前は、マリーンや、マリーン。え？なんで？マリーン。もう一回言ってみて。マリーン。クソしょうもね。マリーン？相性はだから何や、これ。マリさんや。タカ、何々さん好きやな。うん。それ、マミさんやで。ええやんけ、別に。マミさんのちょっと面影残しとだろうね。マミさんも2番手下がったから。オッケー。これが1番手のマミさんや、タカ。これでも、回復量めっちゃすごいやるな、多分。すごいと思う。準決勝、誰が出すか今からここで決めるかじゃ。待ってたわ。さて、じゃあ誰に渡すか。1、2、3、最前の敵一体に必中の一斉攻撃1体、これが全体攻撃、防御無視、俺はこれやと思ってるけど、これは回避でもちょっと下げる、リーダーの敵を防ぐ、まあ、どう思う、この3つだけ出たらこれやろ、正味一斉攻撃、これめっちゃ強いな、だって防御無視やで、複数取得で命中上昇、ええかもな、アキラが強いよやけどな、うん、それでいっか、これもええけど必ず先制攻撃ができて命中と回避が、いやだからこれ選んでからこれも選べるやろ、多分な、だってなんか続いとんもんな、うん、だからどれを選ぶかで変わるけど、これあんま良くないやん、うん、ボス戦アクタスかもしれんけど必中でぐらいでいらんやん、必中これやろ、防御無視やで、それでいくか、これアキラが強いやろ、これじゃあスラム街行こう、スラム街の人やな、メデル紹介いきます、渡します、よく来たな、さあよこすのだ、え2個何、ま、あの2って2番目の2じゃなくて2個いるの2か、誰狩るよ、じゃあやられたな、誰狩るかやな、終わった、次順番にこれやけどな、うん、どういうことを調べてきてほしい、沼地に現れるらしい、危険度2がおるからな、ここ2人、でもさっきの俺は危険度1でやられたからな、これで、うん、ほらやばない、強いな、一刀斬首今日もの、かっこいいなこれ、横のやつらは、うわー強いな、ここ、ここ結構強い、うん、順番に言えばここかここやんな、多分、うん、ここ行くか、じゃあ次行っ
てみるか。情報集めた方がいいかな。まあ、行ってみるか。決めたらええんちゃう一回。行くか、軽く。軽く挨拶回り行くか。そうやな。まあ、経験値欲しいよな、ちょっとな。うん。ギルドのある市街地を抜け、教えられた道をひたすら北に向かって歩き続けた。やがて道は冷え冷えとした風の流れる。平涼へと彼たちを誘い、ヒョウさん来そうやな。ヒョウさん来そう。丘を越えるとそこにはしんしんと白いものが広がり、白いものが降り続ける森が広がっていた。お、雪。あ、誰も来へん。お。お、一本道や。え？誰？うん。おや？あ、やっぱりおった。君たちもここに来たんですね。お、やばそうなパーティーやな。うん。ここには自らの体を引きた今日の姿があった。とてもめっちゃ強いな。見ての通り、ここは雪と森の廟と呼ばれる森林の迷宮です。君たちが足を伸ばせる中では最も普通の迷宮と言っていいでしょう。へぇ、そうなんや。もっともここには前の森なんて別にもありましたね。歩いてると突然どっちを向いてるか分からなくなることがあるんですよ。へぇ、そういう時は落ち着いて周囲の景色を見るようにしてください。そうすればどちらを向いてるのか分かるはずですから。ほんまに？それと北には獣人たちの集落がありますが、不要意に近づかないように。とはいえ、ここには彼たちも多く出入りしています。くれぐれも敵と誤認しないように。彼らの狙いは僕らではなく、地上で売れる獣なんですからね。まあ、ともかく、慎重な行動をお願いしますよ。選ばれし者が率いているとはいえ、君たちはまだ初学者なんですからね。余計な嘘じゃ。そういう態度を戒めているんですか。まあ、いいさ。まあ、いいさ。やがて、真実というのの教師が君たちに信念を教えてくれるはずだ。へへへ、授業は長く続くでしょうかね。そんな嫌味なやつやな。おぉ。決闘し討伐は君たちに任せますよ。こちらはドランスアークと呼ばれる謎の騎士を追わねばならないのにね。なんか強そう。やばいやろ。てかどうせなんか神出鬼没の化け物らしく、未知の魔族の可能性も捨てきれません。へぇ、大英精鋭である僕の態度なければどうにもならない敵。まあここの決闘しぐらい君たちだけどうにかできるでしょう。それではどんだけ強いやろなこいつ。そうやな。今日の姿は小雪降る道の彼方へ遠ざかっていった。逆に俺らは気になるわ。ちょっと待って、全員におるな。うん、こうだ。地味にここで帰れるという。ヘイ。レベルアップできると思った。マギさん。やはり。に上がる。ほんま。あ、レベル一気に上がったってことや。ほんまや。回復量を上げるか、死んでほしくないから死人のための HP 低く。HP 低く。低いな。HP 上げとこう。よし、これでや。ヘイ。よし。アイテムや。大砲のか、指輪の形して。うん。まずどんな敵なのか見とこ。なんかやばそうやぞ。強そうやな。あれもレベル低いわ。あ、低いな。よし、勝てるな。いけそう。お、暗撃できる。行こう。スキル。おっと。これどれが強いんやろ。いけい。あ、一律攻撃できるんじゃん。東と。あれ天下。あ、これ姉子か。姉子強くなったな。そうやな。うやばい。え、強っ。え、めっちゃ攻撃強いやん。めっちゃ強い。めっちゃ強いやけど。攻撃回数多い。やば。侍強っ。MP いらんもんな、しかも。そうやね。これめっちゃええな。これめっちゃ強いやん。強い侍一番強いな攻撃。ほんまに早くどれが強いか見とこ。ちなみに全回復した。いいね。マミさんより攻撃やっかすぞ。やばい。なんでこれ全体攻撃持ったんこいつら。全体攻撃せこいわほんまに。これしかも今全体攻撃持ってへんからな今タカさん。ちなみにやばいな。これやばいよね、これとか。マミさんやられてましたよ、もんな。自分が自分やな。どれが早くする ?40。めっちゃ早く、前回やん。あ、開けた方がよかったな、タカこれ。マミさん、回復量。あいつ回復量低すぎて死んでもらったな、すぐ。あ、やばい。よっしゃ。倒した。オッケー。いや、これ回復量めっちゃ大事やん。大事やな。めっちゃ経験作れるやん、普通の敵で。うわぁ、やば。おぉ。ここやばいな。
どれを回復するか見てみようか。ちょっと2で50ぐらい回復するわ。2回でいける。めっちゃ便利やん。Okay. しかも MP もなんか高いぞ。 MP も上がるんか、あれ多分。うん、じゃああれマミさん今後全部あれ上げるべきやな。あれこれ、おう、しかし目の前のやっぱ濃く獣道のようなものを見つけることはできない。調査中、壁がある。戦った。え、あ、反転させたな勝手に。ほら、あー、迷いの森、そういうことか。気づいた。あ、待ち伏せや。よし、お、隠密入った。隠密モード、オッケー。これなんかいいの出てきそうやな。お、剣、お、刀や。ほんまや、刀いる、いる。でも強そうやな、こいつなんか。お、先手取った。あー、13レベルいけそう。レイブンもらった。サンダーでやるか。サンダーやな、これはもう。もう、なんぼ使ってもいいわけやからな。ぶっ放していくか。こいつ攻撃的に痛いな。ディフェンス。いけるな。あ、いけるわ。いける、あ、いける。もう一度か。オッケー。いかない。倒した。倒したかな。一応、星がもう一個いっとく。魔法、うん、サンダーやめとくか。スパイア使ってもらう。おりゃ、もういけるやん。よし、オッケー、ケイ刀ゲット。あー、めっちゃ経験値多いな、ここ。うまいな、うまい。鉄、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 あ、これや。大爆発？やば、勝った。銀とか金って書いとったのに。お、珍しいなの来た、来た、ユニーク来た、もらったで。もう帰ろう、帰ろう、これ帰らなあかんやん。時間も時間や。そうや、帰らなあかん。これ来たー、もうお家へ帰る時間や。これ回復量やっぱ高い方がいいな。うん、全然ちゃうやん。めっちゃ回復するやんけど。たった2で前回来そうで。オッケー、帰ろう。あの床踏んだらどうなるやん。あ、止められた、止められてまいやん。ここ床踏んだら、ええ、うっとうしい場所やな、ここ。ガハハハ、帰るぜ俺は。もうここでも敵ええ感じやな。そうやな、強いけど経験値も多いし、しかも待ち伏せがうまい。気になるのは珍しい担当。いやー、これ切るぞ絶対。キュアポイズン担当は、お、プラス4。うわー、なんかプラス5しかも、だがユニーク、しかもプラス5でランク D。 絶対強いやろ。絶対これ強いぞ。これ 21×2 EGI10 使える。うわ、プラス5えぐいって。これくわー、きたー。担当って誰よ、こいつ。え、じゃあ、こいつか、また。そうやな、マサダガーは競馬。あ、これランク D や、 E、D。 あ、ちゃうわ、担当やっぱこいつやわ。うわ、つけれへん、 AGI 低すぎて。マジかよ。あ、やっぱ強いこれ、普通に。うわ、名前かっこええな、でも、うん、担当って。 AGI なんぼよ、こいつ今6。うわー、4いる。では開けとこう。オッケー、 AGI 大事さ分かったわ今回。よし、あ、AGI めっちゃ高くなったやんこいつ。200いっとるで、いつの間にか。やばいな。うわ、だんだんもらってるな、このゲーム面白いな。やばいな、あ、やり込み要素絶対強いで、これ血統種狩るだけでもなんかおもろそうやもん。高いわ、110ゴールド。でもレザーも高いよ。レザーも高いな。これミランででも売る？売ってもええんちゃう。ミラン、これミラン。これも取っか。よし。でも彼も使い道ないしな。はい、というわけでじゃあ一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。